織田信長と機長の婚姻はどんなもの？戦国大名同士の結婚事情。麒麟が来る7話、機長の願いでは、織田信秀と斎藤利政の和睦のために、利政の娘の機長と信秀の嫡男、信長の縁組が画策されました。では、当時の戦国大名同士の結婚とはどのようなものだったのでしょうか。徳姫と北条氏直の婚姻を参考にしてみる。戦国時代の大名同士の婚姻はほぼ政略結婚でした。当時は嫁取り婚であり、婿の家に腰入れした女性は大事にはされましたが、両国にいさかいがあれば真っ先に殺害される人質という側面を持っています。麒麟が来るでも婚姻に前向きな利政に対し、光秀は織田との関係が破綻すれば機長の命が危ないことを理由に反対しています。さて、信長と機長の婚姻については確たる資料がないので、今回は時期が近い天正11年1583年、徳川家康の娘である徳姫と北条氏政の嫡男北条氏直の縁組や、元亀3年の朝倉義景の娘と本願寺建女の息子京女の縁組のケースなどを参考にします。日取りと結納、婚姻の合意が図られると、次は日取りに向けて吉日を選ぼうと両国間を使者が往来します。現在でもそうですが、戦国時代は婚姻の日取りに非常に縁起を担いだようです。前述の北条氏と徳川氏の婚姻でも、相模と駿河の間を流れる川が洪水を引き起こしたので日取りが延期されたことがあります。何事にもつつがなく難癖がつかないようにという配慮は、今も昔もそんなに変わらない人情というものかもしれません。滞りなく日取りが決まると、次は結納で、婿の家から嫁の家に対して金品が贈られました。元亀3年1572年の朝倉家と本願寺家の結納では、太刀や馬などをお互いに贈り合っています。これは1回ではなく複数回贈答が繰り返されることもあります。結納が済むと日取りを決めた日に腰入れとなります。腰入れは一大パレード。腰入れは現在でいう披露宴にあたり、つまりは嫁が婿の家に移動し共同生活を始めるということです。これは必ず人目に触れることであるので、当事者になる戦国大名は威信をかけ盛大な散財をしました。延徳3年1491年、越前守護の朝倉定景は美濃の国守護時氏の守護代斎藤明純の娘と婚姻しましたが、朝倉氏は腰入れの返礼として騎馬に50貫、甲冑には20貫を支払ったほか、腰入れには総額2万貫文、現在の価格で20億円を費やしました。これは腰入れの道中での様々な経費の合計でしょうが、腰入れの行列がかなりの長さに到達したことを示唆しています。天正13年、北条氏政と武蔵岩槻城主の太田助房の娘との腰入れの行列は江戸から岩村までの記録があり、行列は1番から18番まで編成され、責任者には太田氏、総奉行には宮城氏と豊島氏が任じられ、お物奉行や鬼奉行などが定められていました。さらに女騎と呼ばれる女性だけの騎兵も編成されたそうです。死後厳禁、身振り手振り不可。腰入れの行列は大名行列並みに厳しい規律が課されていました。腰入れに参加する者は衣服をピシッと整え、担当者の指示に従い無駄口を禁止され、周辺をキョロキョロ見回したり手を振るのも禁止されました。ここには腰入れがただの婚姻にとどまらず、ふんだんに財力を駆使して行列をきらびやかに整え、周辺の住民や戦国大名、黒人領主に自分の権力を見せつける意図があったことを物語ります。時に腰入れ行列は1万人以上にもなったと言われ、大規模な合戦並みの動員数でした。どちらかといえば腰入れする娘の幸福より家の論理が優先されるというのが、戦国時代大名同士の結婚の現実だったのですね。費用は織田家が出すので利政ウハウハ。ここまでの婚姻の経緯を見ると、腰入れの費用は嫁を取る婿サイドの戦国大名が全額出している様子がうかがえます。これを織田家と斎藤家の関係で考えると、腰入れ行列にかかる費用は織田家が負担することになりそうです。織田家は金銭的に余裕があり、斎藤家は火の車なのですから、ケチの利政にとっては機長と信長の縁組は濡れ手に泡という感じでしょう。ただ力関係では人質を出す方が弱いということになりますから、斎藤家の立場が弱いことになります。婚姻後も続く緊張。
婚姻したら嫁は嫁ぎ先に従うかというと、そうでもありません。腰入れの時には嫁だけではなくお付きも大勢嫁ぎ先に乗り込むことになるので、それらの人々はスパイとして実家に情報を流すことになります。もちろん嫁いだ女性もスパイとして実家に情報を流すようにしつけられたので、夫との間には常に緊張状態が流れることになります。政略結婚では夫婦仲がうまくいかないことも多かったのですが、それも戦国大名の娘が正室の場合、完全に心を許すことができないというのが原因だったのかもしれません。麒麟が来るでも、機長は織田家に嫁いだ後も斎藤家の家督を腹違いの兄高政から同母弟の斎藤喜平次に譲らせようといろいろ画策していますが、嫁いだからといってそれで嫁と実家との関係が断絶するわけではないのです。戦国時代ライターカワウソの独り言。機長と信長の婚儀については信長後期に1行くらい出てくるだけで詳しいことが分かりません。信長との結婚生活についても、若くして病死したという説や早期に離婚したという話があるかと思えば、本能寺で信長と共に死んだという説や、本能寺も生き延び徳川幕府成立後まで存命だったという説もあります。つまり何とでも言えるほどに定説がないということで、光秀同様に謎が多い人物だと言えます。もっともそれは機長だけに限らず、戦国の女性は多くそうなんですが。